おはようございまっちょ、フォルテです。本日は、普通の大学生と、音大生の違いを徹底的に表現していきたいなと思いまっちょ。まあ僕、普通の大学出身なんですけども、その大学生の時にあった、まあ、事柄だったり、あとは、まあ周りの友達の様子とかを真似ていきたいと思います。そして、音大生の様子は僕わからないので、まあ音大の友達とかたくさんいるので、聞いてそれを元に作りましたので、それを全力で表現していきたいなと思います。さてさて、どのくらい違うのでしょうか？楽しみにしておいてください。それでは早速、スタート！休日、普通の大学生。あ、今11時か。夜バイトか。ちょっと昼、いつ行っちゃう？それでは一発、打っちゃいますか。あ、待て待て。友達と行こっかな。音大生。あー、11時に起きたのはいいけど、やべえぞ、ピアノが。先生に怒られる。先生に言われた曲練習せんと。あー、これも。あー、これもあった。どうしよう。まだあった、まだあった。ああ、まだあった。どうしよう。さらにまだあった。どうしよう。まだあった。めちゃくちゃ課題があって、一日中音楽漬け。バイト。大学生、いらっしゃいませ。はい。はい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 。生一丁で。生一丁、入りますはい。は、焼き鳥ですか？お親鳥、ひな鳥、焼き鳥、いただきます。音大生。はい。今日は、何弾いてきたの？あー、モーツァルトのキラキラ星星変奏曲ね。そうか。まあ先生ね、音大に通ってるんだけど、この曲は結構練習したんだけど、どのくらい弾いてきた？聞かせて。いいじゃない、いいじゃない。もっともっと、解き放ってごらん。音楽関係がバイトのことが多い。友達と遊ぶとき。大学生。あ、やべ。今日夜暇じゃな。お、サトシ？今日何しとん？え、お前サークル出るん？え、サークル行っちゃう？行っちゃう？サボっちゃう？サボっちゃう？え？うち行っちゃう？あ、今日ダメか。なんかいいことない？はい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 。合コン？合コン？おいおい。それどういうことだ？詳しく教えてくれや。おお、合コン、行ってきます。音大生、友達と遊ぶとき。あ、ウィース。あ、さとこ？今日何するん？え？タピオカ？落ち着こう。行っちゃう？いいね。女の子が多いから、デザートとか、スイーツ巡り、なりがち。または、スターバックス。試験当日、大学生。へい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 、お前勉強した？今回の授業落としたらやばいよね。他の授業はまだええとしても、今回の授業を落としちゃうと、正直、やばいんですよ。やった？やってねえ？実は俺も。だけど今回、持ち込みか。音大生。やべえやべえやべえ、緊張してきた。あ、左手の音覚えとるかな。あ、多分いける多分いける。いけるいける。いや、でもちょっと緊張した。え？どうしよう、忘れたらどうした、忘れて先生に怒られちゃう。やばい、緊張してきた。押しつぶされそう。試験後。どうやったどうやったどうやった、え、やべえかも。お前も俺も結構全然解けねえかった。まあ
一冊の中から探してもいいって言われたけど、正直多すぎたよね。ま、でも、俺この授業全部出たから、先生多分ギリギリ単位くれると思う。お前休んだろ。もう休んだら知らんわ、これもう落胆やわ。試験後。引けた、ギリギリセーフ、引けた。これで、うわ、よかった、練習してよかった。一気にマジで緊張が解けました、最高です。大学生、持ち物。ま、授業って言ったら、ま、大体、ペン。ま、この二つと、サングラス。ま、これで、授業乗り切れるっしょ。音大生。今日ピアノのレッスンだった。持ち物増えちゃう。これももしかしたら見てもらうかもしれん。これもあるね。やばい。この大学。これも。楽譜の量がめちゃくちゃある。重たーい。大学生、恋愛。はい、みんな、俺、ちょっと、言わんといけんことあるんよね。俺実はさ、サークルの後輩の、あけめちゃんと、付き合い始めました。おいっす。うん。いやー、これはね、やっぱりもうサークルマジックよね。やっぱ先輩マジック使っちゃいました。おいっす。お先どうも。すいませんね。お先どうもでーす。音大生。みんな、俺、報告するわ。実は、伴奏を担当しとった、あけみと、付き合います。そして今回、コンクール行ってきます。頑張ります。大学生、どうしてもデートしたいけど大事なことが被ったとき。あけみちゃん、会いたいの？今日でもバイトないよね。どうしても会いたい？わかった。バイトぶっちしとくわ。お疲れ様です、店長。ちょっと言いにくいんですけど、今日18時からのシフト、ちょっと行けそうになくて。理由っすか？いや、なんかちょっとぶつけちゃって、鼻血が止まらんのんすよ。はい。いや、なんか、止まりそうになくて、さっきから2リットルぐらい鼻血が出てて。はい。すいません。はい。ありがとうございます。失礼します。音大生。え？どうしても会いたい？今日ダメ。先生の演奏会ない。今日ダメ。絶対ダメ。明日？ダメ。明後日試験ない。めっちゃ練習せんといけんけん。ごめん、ダメなんよ。どうしても会いたい？ダメかなぁ。普通の大学生、勧誘の LINE。ポン。お、LINE が来た。マジで？サークル、今回、長崎に合宿か、行っちゃおうかなぁ。でも10万か高えな、行っちゃおうかな。ポン、また来た。今日前夜祭します。マジで？はいはい。音大生。ポン。先輩リサイタルするんだ。チケットの勧誘か。買おう。ポン。また LINE が来た。同級生のあの子、リサイタルするんじゃ。おう、買おう。ポン。先生、リサイタルするの？買おう。演奏会のお知らせが多い。はい、皆様。大学生と音大生の違い、どうでしたでしょうか？まあ、今回僕がね、表現させてもらったのは、僕の意思ではなく、皆様からね、音大の生の方とかからね、いただいた案を、ちょっと演じてみました。というわけでね、ちょっとオーバーな部分とかもあったかもしれないんですが、まあ、結構本当にね、こんな感じだそうです。今回演じた大学生っていうのは、よく単位を落とす、サークルにのめり込んで遊んで、サークルの後輩と、付き合ってしまい、そして、パチンコ大好きな男を演じさせてもらいました。まあ、これはね、僕の友達がいたので、そいつを参考に演じました。そして、まあ、音大生の、
方の演じたものについては、本当に男子女子問わず、様々な方からの案をまとめて一応演じてみました。今回はね、ちょっとピアノ科に特化してしまったんですけども、歌科とか管楽器とか、いろんな方からね、いろんないただいて、そこからオールマイティに使えそうなネタを演じさせてもらったので、こんな感じでね、違いがあるのではないかなと思うので、まあ皆様、これはね、楽しい動画の一つとして見てもらえたらなと思います。どっちの大学生生活がいいかっていうのは、どっちの大学にも行かないとわからないので、まあ皆様、できればどっちの大学にも通ってみてください。まあ僕はね、普通の大学だったんですけども、まあ結構楽しく過ごせたので、まあそれはそれでありかなと思いますし、音大生の話を聞く分にもすごい楽しそうだったので、めちゃくちゃいいなと思いました。だけど、やっぱ音大生は、結構やっぱ練習の時間が最も多いなっていうのが印象でした。やっぱ大学生は遊ぶ時間とかが結構多いなっていうのが印象でしたよ。というわけでここまで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録、そして Twitter、インスタとかもやってますのでチェックしてみてください。それでは、また会いましょう。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。